はい、どうも藤井です。今日はかなりマニアック向けな検証動画をやっていきたいと思います。何を検証するかと言いますとですね、皆さんチューニングは、A が 440Hz で普通はされてると思うんですけど、今日はね 441Hz で、なんかプロは 441Hz で大体やってらっしゃるみたいなんですけど、こちらをね試していきたいと思います。聞き比べていきましょう。で、それだけではちょっと短いかなと思ったんで、バズフェイトンチューニングっていうのがギターだとあるんですけど、まあそれはちょっと、完璧なバズフェイトンチューニングはできないんですけど、まあそのチューニングの方法だけバズフェイトンチューニングにして、本当はねギターのナットを少しね、特殊なものに変えないといけないかったりするんですけど、ちょっとそれは専門のライセンスを取得しているレビアショップとかにやってもらわなくちゃいけないんで、ちょっと今それまではちょっと用意できなかったんで、チューニングの方法だけね、試して聴き比べてみようかと思います。バズフェイトンチューニングのチューニングの方法はまた概要欄に貼っておきますんで、それを見て参考にしてください。はい、それではまず 440Hz のクリーンの音からいきましょうか。まあ普通のチューニングのクリーントーン、そしたら次は 441Hz のクリーントーンですね。どうですかね。なんかね、ほんのわずかに音抜けがいいんじゃないかなと。ちょっとね、若干明るい感じがするんじゃないかなと思います。そしたらじゃあ次は歪みでいきますか。ノーマルチューニングの歪み、オーバードライブですね。次は 141Hz のオーバードライブ。どうですかね。ちょっと聞き比べてみましょうか。これが441。448。どうですかね。ああ、やっぱね、少しトーンが違って聞こえるかなと思います。そしたらね、バズフェイトンチューニングと比べた音をやってみましょうか。ノーマルチューニングで、クリーントーンの、バズフェイトンとノーマルチューニングのやつです。ちょっと交互にして比べてみましょう。
どうですかね、今の校舎の方が、なんかこう、音がまとまった感じがして、少し、ローがね、若干ローが、こう、ぷくっと、ポコッと、出てきてるような感じが、自分は感じたんですけど、それでいてあんまりそんな嫌な感じもせず、ちょっともう一回聞き比べましょうか。まあ、これは本当にノーマルからいきます。はい、どうでしたでしょうか。次に 441Hz でプリントを聞き比べてみましょう。 441Hz のノーマルチューニング、どうですかね。まあ、やっぱりね、なんかこう、バズフェイトンもどきの方が、ちょっとね、こう、多分、ギターのキー全体が鳴ってるのかなというような感じがします。はい。じゃあ次、オーバードライブで聴き比べましょうか。440Hz のノーマルチューニングから、バズフェイトンもどきに。変えていきます。個人的な感想ですけど、なんかね、歪みになるとノーマルチューニングの方がなんか適度に暴れてくれてる感じがして、これはこれでいいなと思ってます。バズフェイトンだとなんかこう丸く収まってしまうので、まあそこは自分の音楽性とこう相性を考えて試してみたらいいんじゃないかなと思いますけど、次 441Hz で聞き比べてみますね。歪みに関しては好みで選んでもらっていいんじゃないかなと思います、はい、こんな感じで音作りチューニングをねいじってみたりというのでもいろいろ試してみたら面白いんじゃないかと思います。ぜひねいろいろ試してみましょう。おつでした。